あのなんかね、ちょっとトイレとか行ってたらなんかショートコント思い浮かんだんで、その試作品26割増しっていうショートコントです。はい、ショートコント26割増し、あやさん、あの牛カツ丼26割増しお願いします。ほう、26割増し、まずうちに牛カツ丼ないよな。26割増し、なんだ26割増し、うちにまず牛カツ丼がないのに、さらに聞き覚えのない増量の名前、なんだそれ。ちょっとお客さんに来て、ちょっとすいません、あの牛カツ丼の26割増しって何ですか。いや、牛カツ丼の26割増しは牛カツ丼の26割増しでしょう。いや、牛カツ丼26割増しって言われましても、そのまずうちに牛カツ丼ってものがないんですよ。そもそも洋食店じゃないので、その26割増しって注文の仕方も、何をもって26割増しなんですか。あ、そんな牛カツ丼の26割増しでしょ、他に何があるんですか。ねえ、だから私はちゃんと詳しく説明してるんですよ。牛カツ丼の26割増しって言ってるんですよ。でなのにあなたはそのまだ質問してくるというか、これ以上にもう説明しきってるはずなんですよね。私はあのだから牛カツ丼の26割増しだよって言って出してるんですけども、牛丼とカツ丼のセットですか。あ、だから牛カツ丼ですよ。いや、牛丼のカツ丼のなんか合体させた丼じゃなくて牛カツ丼ですよ。26割増しって何ですか。26割増しは26割増しですよ。じゃ何をもって26割増しなんですか。牛カツ丼ですよ。牛カツ丼の26割増しですよね。はい。話が見えない。どうすればいいんだろう。このお客さんはどういうことなんだろうな。なぜ26割増しという注文の仕方に至ったか。それもこの人来店初めてだよな。なのになぜこんなに。びっくりするな。常連の勢いで牛カツ丼26割増し、ちょっと怖いな。まず何をもって26割増し。あのよし、そうだ聞こう。並盛りの26割増しですか。何それ、並盛りって商品あんのけ。ダメだ、この人話通じてない。いや、その並盛りっていうのは丼のその具材の量、とにかく量ですよ。多いのが食べたいなって思ったら、並盛りよりもね、やっぱり中盛りで、中盛りよりも大きいのが食いたかったら大盛りを食べればいいと思うんですよ。で大盛りより大きいのが特盛りっていうのがあるんですよ。うちにはそういうシステムがありまして、その牛丼ですたい、カツ丼ですたい、天丼ですたい、何でも全部特盛りまであるんですよ。で、特盛りよりも食べたい方が特盛り何倍っていう頼み方するんですけど、26割増しっていうちょっと表現はうちは聞いたことないもん。で、その並盛りなのか中盛りなのか大盛りなのか特盛り、どれの26割増しなんですか。え、そんな牛カツ丼の26割増しですけど、さっきから言ってるじゃないですか、その私は26割増しの牛カツ丼を食べたいって言ってるんですよ。ねえ、牛カツ丼の26割増しなんですよ。まずうちの商品に牛カツ丼というものがないんですけど。いや、牛カツ丼はどこにでもあるでしょ。日本といえば牛カツ丼でしょ。そんな、え、牛カツ丼ない。いや、私もいろんなね、で定食屋、まあ言ってますよ。確かにメニューには書いてないけど、牛カツ丼って頼んだらポンって出てくるんですよね。え、どこの地方の人かな。絶対日本国籍じゃない、日本在住じゃねえよ。やべえよこの人、やべえよ。あ、
でもこれじゃラチマかね。多分この人に26割増しというそのワードでは絶対話が解決できないから、牛カツ丼は何か聞いてみる。その牛カツ丼というものっていうのは、牛丼とカツ丼をごっちゃにした丼なのか、牛カツ、あの洋食とかで出てる牛カツの丼なのか、どっちなんでしょうか。そうなの、決まってますよ。牛カツと牛丼とカツ丼、三つの三味一体の最高の丼ですよ。いや、欲張り。どうもありがとうございましたっていうね、すごいね、あの僕は何年後かに見たらすごい恥ずかしいんですけど、何このコントって思った人がいるじゃないですか、このコント。いや、まあ説明しますよ、どういうコントか。まあ面白くはないですよ。でも僕がそのわって言って出たコントをちょっと動画にしてるんで、あの面白い面白くないとかじゃなくて、あ、コント浮かんだ、動画にしようって感じです。で、そのまあこのコントって何って言ったら、客がいきなり初来店ですよ。新しい店入ってきて牛カツ丼26割増しって言ってくる恐怖。やっぱ牛カツ丼っていうものもやっぱりないし、この店には確かに牛丼もカツ丼も知ってるけど、牛カツ丼って何やそれってなってくるわけですよ。で、それして26割増しって言って店主が混乱してるわけですよ。牛カツ丼、あーあーいって言ってこうやって入ってくるわけで、ガランガランって、牛カツ丼26割増しお願いしますって店員みたいな感じで言ってくるんですよ。入ってきた、でってなるわけですよ。で、ここならトリオでやるんだったら、そのね、店長、牛カツ丼26割増しって何ですかって言ってやりたかったところなんですけどね、やっぱそこがね、詰めが甘かったですね。まずもっと面白くないけどね、まず牛カツ丼26割増しって意味わかんないしね。牛カツ丼26割増しですよ。だから26割増しってやっぱ 2.6 倍じゃないですか。 2.6 倍っていうのもちょっと怖いけどね。2倍、3倍、2.5倍、 2.6 倍、 2.6 倍、 2.5 倍よりは多く食べたいけど 2.75 倍よりはあんま食いたくないな、 2.6 倍みたいな、 2.7 倍よりは食べたくないけど 2.5 倍よりは食べたい、 2.6 倍って言ったんでしょ。それも 2.6 倍で、何盛りの 2.6 倍なのか分かんないですよ、この話は。その、何盛りの 2.6 倍なのか、その、中盛りの 2.6 倍なのか、大盛りの 2.6 倍なのか、特盛りの 2.6 倍なのか、6倍なのか、分からないですよ。っていうのも分からないから、最終的にはその、26割は何なのか、この人に話したって、牛カツ丼の26割増ししか言ってこないと。やばいって思ったから、牛カツ丼だけ聞いて新しいメニューしようって思ったら、あのぎで、で、ぎ、あ、うちには牛丼とカツ丼があるから、それをミックスさせてもらおうかなって思って、牛丼とカツ丼の一緒にした丼ですかって言ったら、まあ、違う、じゃ、あの洋食にある牛カツの丼ですか、まあ、違うよ、あの牛カツ丼っていうのは牛カツと牛丼とカツ丼の3つの三味一体の最高の丼だよって言ってくるわけですよ。最高の丼だよってね。まあ糖尿病の糖尿病ロード、糖尿病シュガー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 スタートパンデミックロードの地下のもうマッハですよ。マッハで駆け抜けていくっていう丼ですよ。もう恐ろしいじゃないですか、牛カツ丼って。いや、多分これは余談ですけど、こんな丼があったら多分ね、あのマジで一週、なんかその1ヶ月に1回ペースで食っても普通に糖尿病になるくらいの気持ち悪い丼ですよね。並盛りのくせにもう大盛りだしね、うん、もう3つ乗ってるし、ボリュームもガンガンガンって青いでしょね。だからまずこの字、これを特盛りって頼んだ時点で特盛り3倍なんですよ。ってことは、でもやっぱ難しい、 このコントの謎が開けてない、わざとなんですけど、謎をなぜ開けてないか、26割増しって何を26割にしてんだろうって話ですよね。まあこれは永遠に分からないということでした。
まあ、26割増しっていうその注文の仕方がねちょっと珍しいのかなって思いますけどね。26割増しっていうね、増しっていうことが言いたいがために26割っていう言葉使ったのがよくわからないですけども、私には、ね、うん、ちょっと恐ろしいなって思いますよね。やっぱり26割増しって言われても、あ、 2.6 倍か、えって思って、2.6 倍かってその頭の回転の速い人来るわけだけど、何を、何、その母体がわからないじゃないですか。そのベース、基礎となるベースがわかんない、何盛りなのか。でもそれは牛カツ丼だと言い張るっていう、もうちょっとよくわからない店主な、あ、店主じゃない、店員、いや店員でもないお客さんですよね。ちょっと恐ろしい、なんか変なものを作ってしまったなっていう、もう永遠に謎ですよこれは。永遠に何の26割増しなのかね、信じるか信じないかは、ありがとうございます。